身長ビヨン。さて本日お話しさせていただくのは、まあ、成長ホルモン治療をやっていて、まあ、1年間はやるっていうふうに決めている中で、まあ、2年目どうするかっていうところですね、まあ、選択していくわけなんですけど、そこについては私から少しアドバイスさせていただきたいと思います。まあ、まず最初のまず大原則なんだけど、まず1年間は成長ホルモン治療受けましょうねってことは、これは先生口酸っぱく言っています。まあ、初期反応性とかそういうところいろいろあるんだけど、やっぱ1年間しっかり受けないとやっぱ治療効果が少し曖昧になってしまうので、まずは1年間はまあ頑張って受けましょう。2年目について受けるかどうかっていうのは少し検討していく必要があると思っています。全員が全員受けるべきかというふうに言われると、決してそんなことはないと思っています。例えばなんですけど、まあ、年齢が若い子になればなるほど2年目もおそらく受けた方がいいし、年齢が上がれば上がるほど受けなくてもいいと思うんですね。まあ、それは効果がだんだん落ちてしまうからってことですね。例えば、男の子であれば骨年齢が15歳過ぎてくると、まあ、かなり少し厳しい年齢になってくるかなってところだし、まあ、女の子でもね、骨年齢が13歳8ヶ月14歳になってくると、まあ、かなり厳しいかなってところで、まあ、そういうふうに骨年齢があったら進んできたパターンとか、あとはもっと骨粘さらに進んでるパターンもあるだろうし、あとはですね、やっぱ大きいのは、その1年間治療を受けた時にどれくらい治療効果があったかっていうところも重要になってくると思います。基本的に1年目より2年目の方が効果は必ず落ちます。で、これはまあ必ずって言い方ちょっと言い過ぎちゃったかもしれないけど、統計学上は落ちますって表現になっているので、ここでちょっと注意が必要というか、まあ皆さんの頭の中で覚えていただきたいのは、大体1年目に対して2年目っていうのは効果が半分って言われてるんですね。例えば1年目の治療効果がまあ5センチ得られた子であれば、2年目の効果は 2.5 センチ。これ上乗せの数字がですよ。実測身長じゃないですよ。上乗せされた身長が5センチから 2.5 センチ減ってしまうってことですね。ただこれ平均の値であって、ここで何が起きてるかっていうと、実際問題はよく反応した子は2年目もよく反応します。1年目の反応率が悪かった子はもっと悪くなるんです。なので1年目に対して2年目ってさらに差が広がる。そんなのイメージ感でいただくといいと思いますので、まあ、結論から言うと1年目に治療効果がすごく得られた子に関して言うと、2年目も比較的私としては推奨度が高い。一方で1年目の治療効果判定が低い場合は2年目の継続の是非については少し否定的な見解が強い。そういうふうにご理解いただくといいかなというふうに思います。ただ、まあ、どちらにせよ2年目の効果が低い。それはぜひ覚えておいてください。じゃあちょっとここからですね、成長シートを使いながら説明していきましょう。はい、例えばなんですけど、これは例えばね、まあ、13歳6ヶ月の男の子ですね。まあ、治療して始めたのが12歳と6ヶ月とかで、まあ、1年ぐらいやったパターンだと思いますね。グーグーって感じで。これすごい典型的なグラフになってきますね。最初の方が伸び率が強くて、少しずつこう伸び率が鈍化していくっていうところで、まあ、よく期待値通りっていうところがよくあるパターンですね。もともと 166.0 のペースだったのが 169.8 とか 170.4 のペースということで、大体1年間で見てみると、まあ、4、5センチぐらいの上乗せかなとか、そういったようなデータによって、まあ、4センチがこれだと、プラス4センチがデータということで、まあ、結構よくある、私の方がよく見るグラフになってます。例えばこういうふうにしっかりと反応性が取れてる子に関しては、2年目もおそらくこっち側に行きますので、まあ、大体ざっくりなだけこういったところが狙いしますよね。こういった感じで。大体こんなようなグラフ感になってくると思います。で、例えばなんだけど、これが反応率弱い子とかになってくると、こんな感じのグラフになってくると思いますね。そうすると、その子に関して166、168.5 とか、プラス 2.5 センチ、ちょっとかなり控えめのデータでね。そうすると、その2年目に関してもやっぱり同様にして、こうちょっと低めのデータで、まあ、こんなような着地になってくることが多い。効果がないってことはないんですけど、2年間で見てみると、こんなに差が出てくるとかね。特に2年目に関してもかなり差が出てくるっていうところも、イメージは湧いていただけるかなというふうに思います。まあ、参考になりましたでしょうか。まあ、ぜひね、2年目受けるかどうか迷ったら、私に直接相談ください。それではまた。